リゲッタとは、靴職人兼デザイナーの高本康夫が2005年に立ち上げた日本製シューズブランドである。メーカーサイトによるとリゲッタいう名前の由来は、ゲタを、リ、リ、ゲタで、リゲッタとある。ダジャレから生まれたブランド名であるが、その親しみやすさと手頃な販売価格、従来の靴にはない快適な履き心地から口コミで、愛用者が広がって著名人にもファンが多い。 2012年5月にリゲッタ公式サイトがオープン。2019年11月に有限会社シューズミニッシュから株式会社リゲッタに社名を変更。シューズミニッシュというユニークな会社名はかつて広本家で買われていたミニチュアシュナウザーという犬種が由来である。会社ロゴに犬のシルエットが使用されているのはこのため。有限会社シューズミニッシュの前身は 高本ゴム工業所で、サンダルを主体とした靴の受託製造を行っていた。2005年に、父、高本茂雄から次男、高本康夫に経営を継承する際に、現在の社名に変更された。20代後半と若い経営者ではあったが、靴職人としての独特の感性とオリジナリティあふれる、デザイン性、コンフォートシューズとしての機能性重視の姿勢から、リゲッタは生まれる。 当初は、機能性に大きなウェイトを置いていたために、ファッション性は低く、足には良さそうだけど履きたくないデザイン、高年齢の人の靴という評判が多かった。しかし、近年になって機能性とファッション性の両立という、絶妙なバランス感覚を得得したことで、選手会をはじめとする大手通販会社カタログ誌で採用され、リゲッタ購入者の満足度とリピートの高さから評価を得る。 一般店舗でほとんど入手することができないブランドであるため、カタログ通販の購入者の間で口コミで話題となり、愛用者を増やしている。2009年1月から販売をしたリゲッタバレーシューズの履き心地とデザインが女性の幅広い年齢層に受け入れられ大ヒット。さらに、同年10月から販売したリゲッタハイウェッジパンプスがヒール高さを感じさせない抜群の履き心地で、 爆発的なヒット商品となり、入手困難な状態が2010年初めまで続いた。事実、たった3ヶ月間の販売期間で、株式会社、ディノスの2009下半期売れ筋、コンフォートシューズランキングナンバーワンとなっている。近年の不況下において、一時的なブームではなく、リゲッタの好調が継続する背景には、開発者の製造コンセプトが明確であること、 購入者がリピーターになっている率が高いこと、日本製であるのに割安感のある価格設定であることが挙げられている。日本の履物の代表である下駄の良さを生かしつつ、その欠点を人間工学に基づいた技術革新で補い、現代風のエッセンスを加えることで完璧な履き心地と歩き心地を生み出すことを製作コンセプトとしている。これは、 高本康夫がデザインするすべての靴に共通するもので、外反母子の原因となるようなファッション性変調の、つま先部分が狭くなる靴は一つもない。また、高本康夫自身が丹念に木型を削った足型、底型を作成している。さらに、人間の足の大きさが、朝と夜では変化することを重視。必ず調整ができるように、コーベルトやストラップに綿テープやゴムを一部に、 採用するなど細かな配慮がなされている。わずかな力で次の一歩が自然と前に出る、ローリング歩行機能を多くの靴に採用しているのもリゲッタの特徴であると言える。ありがとうございます。